お疲れ様です。アルゴスです。皆様、お仕事は順調でございますか？プログラミングを施された機械とは異なり、人間は誰しもが間違いを起こす可能性を持っています。どんなに時間をかけた戦略でも、予想外の出来事はいつだって起こる可能性があり、一度想定外が発生してしまえば、一寸先は闇状態、間違い発生率は大幅に高まります。そしていざ間違ってしまい、いろいろ人に迷惑をかけてしまう結果となる。確かにそのミスでお手数をかけした人たちには、それ相応の償いをせねばなりませんが、起きた間違いをいつまでも引きずる必要は全くございません。くよくよして何もいいことは生まれません。ここは一つ考え方を変えてみましょう。今回の失敗のおかげで、次回以降の戦略立案時の予測レパートリーが増えた。おかげで未然に防げる力がレベルアップしたと。何でも物事は考え方次第です。自分がダメだと深刻に捉えてしまえば、自然と周りもそういう雰囲気を出してきてしまう。大事なのは常に本人の心意気次第。明日も一緒に頑張りましょう。